はい、でも隙間時間に学べる聞く本です。今回のテーマは無謀な挑戦をしよう。ご紹介する本は堀江貴文ハッタリの流儀、ソーシャル時代の進化兵である影響力と信用を集める方法。この話を最後まで聞くメリットとしては、どうして無謀な挑戦をすること、ハッタリをかますことが現代で成功するのに超大切なのか、これが分かります。あんまり大きいこと言うのとか目立つの好きじゃないんだよな。どうしたらツイッターなど SNS で影響力高めることができるんだろう。こんな方におすすめの一冊です。今回は最初にざっくりとこの本の要約をお話した後で、重要な4つのポイントをご紹介します。それでは早速参りましょう。堀江貴文ハッタリの流儀。早速この本ハッタリの流儀の要約はこんな感じ。これまでやっていた私たちのほとんどの仕事、つまらない仕事とか危険な仕事っていうのは AI が取って代わって労働がオワコンになる。そうすると何が起こるかというと、ワクワクするような仕事というか遊びしか残らなくなるんですね。例えばパソコンね、カタ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 やって事務仕事なんてなくなる一方で、これまで通りプロサッカーだとかプロ野球なんていうのは残り続ける。どうしてか、面白いからですよね。その他趣味の延長線上にある、YouTuber、 例えば料理、キャンプ、アウトドア、ね、たくさんジャンルありますよね。こうやった楽しい仕事っていうのは残る。あとはこれまでなかったようないろんなライブ配信、あとラジオ配信、ゲームの実況だとか e スポーツプレイヤー、あとね最近ドローンレーサーとかね、こういった面白い応援したいって思える仕事が残るわけですね。ドローンレーサーなんてまあね、2、30年前とかただのラジコン好きでしょぐらいにしか思われなかったですよね、きっと。けどそれがもう立派な職業として成り立つわけですね。こんな未来がすぐそこにあるとしたら、役立つ、意味があるっていうこれまでの物差しを捨てて、面白い、心が動くものを自分が追求した方が人からおお、それ面白そうだねって感じになって応援されて、結果的に人とお金が集まり成功する。だから大きな夢、ハッタリを掲げて挑戦しようぜっていう、それがお得でコスパいいじゃん。これがホリエモンが本書で言っていることです。いかがでしょうか。うん、分かるような分かんないような、けど大きな夢を掲げても失敗怖いなって思いますよね。このあたりについてこれから本書の4つのポイントを深掘りしていきます。1つ目、挑戦すること自体がコンテンツで失敗もエンターテイメントだ。これはどういうことかというと、例えば年内にブログ100万 PV を目指しますっていう宣言をツイッターでつぶやいたとします。それでそれに向かって頑張って努力する、その姿勢に周りの人は共感するんですよね。で応援、いいねとかリツイート、投げ銭なんかしたくなるんですよね。もし年内に100万 PV 行かなかった、失敗したとしても、それまでのこの挑戦自体が面白いコンテンツであって価値があるっていうこと。もう大ヒットのねアニメとか映画も、最初に1回失敗してその後に修行して最後は困難に打ち勝つっていうストーリーが多いですよね。ドラゴンボールも鬼滅の刃もスターウォーズも全部強敵現れてね、ダース・ベイダー、フリーザー、ね、ブーとかね、いろんなの現れて一度は負けるけど師匠の下で強くなって修行ね、強くなって再チャレンジ、そして勝つっていう、こんなストーリーですよね。まあぶっちゃけこんな感じ、全部ひっくるめちゃうと。はい、リアルなアスリートでも、例えばフィギュアスケートの浅田真央選手は最初のオリンピックで銀メダルで、その次に挑戦したオリンピックでは残念ながらメダルを取ることができませんでしたよね。だけど小さい頃から浅田選手の挑戦活躍をずっと私たちは見てきたファンであって、もはやね、もうメダル取れなくても取れてもどっちでもいい、好きだから応援するっていう方はもう私も含めて多かったのではないでしょうか。私たちはこうした挑戦するストーリー、チャレンジが大好きですよね。で失敗してもそれが味になるし、また挑戦します、私頑張りますっていうね、この姿勢がまた共感を呼んでファンが増えるわけで、失敗も美味しいんだよってホリエモンは言ってます。はい、2つ目、挑戦の過程を SNS などで発信し続けることが大事。自分が何かに挑戦するストーリーは、最初にはい私何々に挑戦しますっていう宣言をするのと、挑戦が終わった後にね、成功しましたとか、いや今回ダメでした、失敗でしたっていうね、結果だけをアナウンスするのでは共感を呼べないとホリエモンは言ってます。どうせ情報発信するのであれば、挑戦の過程、そのプロセスをね、どんどん SNS で発信すべきだと。例えば
さっきと同じ例ですけど、年内にブログ100万 PV 達成っていうのを目標にしたら、今月は10万 PV でしたとか、今日は頑張って3記事、ね、アップしますとか、先月は20記事書けたので今月はもう毎日更新で30記事アップしちゃいますっていう風に、このね、頑張ってるプロセスを全部オープンにしていくっていう感じ。確かにドラゴンボールでも鬼滅の刃でも修行の場面なしで、ね、単に勝った負けたの結果だけ教えられても何も面白くないですよね。浅田選手の挑戦もオリンピックだけでなくて、その前の前哨戦である、ね、いろんな大会の結果だとか、情熱大陸のような、ね、密着番組とかで、そのプロセス、頑張ってる過程を知ってるからこそより応援したくなるわけですよね。このチャンネル聞く本もチャンネル登録数1万人というのを目指していますが、なるべく50人達成しました、100人を達成しました、こんな感じで、ね、あと今日ね動画アップできましたとか、過程をツイッターで発信するようにしています。これね、ついつい忘れがちになっちゃうんですけど、こまめにやればやるほど見る人は、あ、今日も聞く本頑張ってんじゃん、あ、応援したいなってね思ってもらえると思うので、どんどんやる方がいいなって思います。はい、3つ目のエッセンスいきます。大恥をかくのが最大のプロモーション、プライド捨てよう。はい、情報発信するときはついつい、あ、これは言ったら恥ずかしいからつぶやくのやめようとか、大風呂敷広げて行動できなかったら最悪だ、もうもしかしたら炎上しちゃうかもしれないって思うときありますよね。ホリエモンはそれこそ自意識過剰だ、考えすぎって言ってます。そんなプライドなんて捨てちまってバンバン発信しろ、そして失敗すればいいって言ってるんですね。どうして失敗するのがいいことなのかというと、成功するよりも失敗した方が単純に学びが多いんですよね。で、失敗したらそこから学んだこと、これを発信していけば、これから同じ挑戦をする人にとって役立つ情報になります。しくじり先生という番組、皆さん知ってますでしょうか。芸能人のいろんな失敗談を紹介して、俺みたいになるなっていうことを話す番組なんですけど、これがめちゃくちゃ面白いんですよね。前は深夜番組だったんですけど、今ゴールデンでやり出しました。で、やっぱり人の失敗談から学べることって多いですよね。あと失敗談話してもらえると、あ、今成功してるこの人でもそういう失敗した時期あったんだっていう風にすごい共感できる、その人を好きになるってありますよね。で、こんな感じで失敗してもそれがネタになるので、どんどん失敗して大恥かこうっていう風にホリエモンは指摘しています。はい、最後4つ目、ハッタリをかました後に必死で辻褄を合わせる。ハッタリをかました後はどうしたらいいか、これね、ちゃんと必死に言ったことを達成する、頑張るんですね。ハッタリかまして何も行動してなければ、それ単なる嘘つき、ホラ吹き野郎になっちゃいますよね。本の中でホリエモンは若い時に自分の能力を超えた仕事を依頼されたんだそうです。そこでも、いや、できますよっていうふうにハッタリをかまして、なんとか勉強して期限内に仕事をやり終えたっていう話が載ってました。このようにちゃんと無理そうなハッタリをかましたとしても、なんとか達成しようと必死こいて頑張るわけです。失敗しても美味しいっていう話をさっきしましたけど、注意点が一つあって、それはちゃんと必死こいて頑張ったけど、それでも失敗した時は、うん、頑張ったけど今回はダメだったんだね、ナイスチャレンジっていう風に周りの人から思ってもらえて応援されるわけですけど、頑張らないで努力なしに、へへ、失敗しちゃいました、てへぺろみたいなね感じだと、もうこれ共感なんてもんじゃないですよね。はあ、期待して損したわ、ちゃんと努力せいや、誠実じゃないよその態度はっていう風に怒られますよね。最悪の場合これ炎上しちゃいます。もしね、もうこんなことありえないんですけど、例えば浅田選手が全然練習してなくて遊んでばっかりみたいな報道が仮にあったとして、その結果メダル取れなかったとしたら、うん、まあ遊んでたからね、練習してないからしょうがないっしょ、ね、練習してよって思われちゃいますよね。これと一緒です。ちゃんと立ち上げたハッタリに辻褄を合わせようとするからこそ、最大限に自分も成長できるわけだし、そのチャレンジに対して共感されるわけです。はい、ということで今回は堀江貴文ハッタリの流儀の4つのポイントをご紹介しました。振り返るとこんな感じですね。1、挑戦すること自体がコンテンツで失敗もエンターテインメント。2、挑戦の過程を SNS ので発信し続けることが大切。3、大恥をかくのが最大のプロモーション、プライドを捨てろ。4、ハッタリをかました後に必死で辻褄を合わせましょうと。はい、でね、
思えばワンピースのルフィとか海賊王に俺はなるって言ってますね。鬼滅の刃の炭治郎、鬼舞辻無惨を倒しますと。でこんな風にまだ何者でもない弱っちい時期からハッタリをぶちかまして、それに向かって最大限努力をして実力をつけてきたわけですよね。オリンピック選手もみんなね、ちっちゃい頃もう3歳4歳5歳ぐらいから将来はオリンピックで金メダルを取りますってね、もうハッタリぶちかましちゃってますよね。こういう風に超大物になるためには、また特定の分野でトップを狙うためには最初にハッタリをかますこと、そしてそれに向かって必死に努力すること、そしてその努力の過程を SNS で発信すること、これこそが最大限成長しながら SNS のフォロワー、要するに影響力とか信頼を集めるコツなんだっていうのが、この堀江貴文ハッタリの流儀のエッセンスになります。もうこれは SNS でフォロワーを集める王道であり教科書のような話だと思うので、ぜひ Twitter のフォロワー増やしたいとかね、信用を蓄積したい、こういうふうに思う人は実践してみてください。最後に、はい、せっかくなんでハッタリぶち込みます。聞く本は日本一のオーディオブックチャンネルになります。まずは YouTube チャンネル登録者数10万人を目指します。どうやっていう感じで、これからもねせっせと週2回音声コンテンツをアップしながら、さらに話芸に磨きをかけていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあね、3、4ヶ月になるんですけど、 YouTube チャンネルをやってからもう一番最初の1本2本聞いてもらえると分かるんですけど、その頃よりはだいぶ喋るのもスムーズになってきたと思います。よかったら比べてみてください。聞く本最初こんな下手くそだったんだ、ははっていう風に思うと思います。はい、聞く本では校舎ビジネス書の分かりやすい解説をスタンド FM やヒマラヤでも行っています。ライブ配信のコツ、ラジオでうまく話すコツなんかも配信してますので、読書好き、ラジオ好き、勉強したい方、よかったらみんなフォローしてください。今回皆様の役に立ったら幸いです。ハッタリぶちかまして頑張っていきましょう。また一緒に勉強しましょう。それではありがとうございました。またお会いしましょう。